お前さんの顔に免じて大祭の店に新商品もおろそう。お、これで。大祭さん行ってきたよ。お客さんのおかげで新商品が入ったよ。早くね。おばあちゃん、私が取り戻してくるよ。遠いな。さあお行きなさい。わしにはやらねばならないことがたくさんあるんですからね。ねえ、めっちゃシャキッと立っとるよね。超睨まれてる私。めっちゃ睨まれてる私。ビーダル。ビッパじゃないの？ビーダルっていう何、名前？種類？ビッパじゃないんかな？進化系？わからねえ。どこって言ったら湿地ベースの近く。どこだよ、近くって。今のこの現れてる200メートルぐらい先のあれが、ってこと？焚き火跡。まあ、とりあえずそこに向かって行ってみますか。ゴー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 。あ、そしてまたなんかいい感じで、音楽が流れ出した。多分これ、ん？焚き火跡って、このベースキャンプじゃないよね。こっち？ちょっとずれたところに。え、調査報告のため博士のところへ行きますか？え、あっちに行きたかったんやけど。ポケモンを捕まえたようですね。報告をお願いするのです。はい、どうすか？最初からレベルが高くなってきたけん。ちょっと今おる、ポケモンとちょっと入れ替えたいね。V ゼルあたりと。V ゼル2匹入っとるし。調査が進んだようですね。早速報告してください。ふんふん、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。お、なんかマグマらしコンプしたんじゃない？これ。完成！やったね。やったやった。いい感じ。これから、とりあえずまだ調査を続けようと思っとるよ。ん？なんか、何かしらマークが出ている。サブクエ増えた？もしかしてさっきからあったかな？わからねえ。でもなんかどこかしら民家？民家っぽい？え、違う？え、違わんね。ん？なんなんやろ？ここさっきまでなかった気がするけど。あ、この人。あれ？タミさんやん。夜やったけんってこと？マークも出てなかっただし、中に人おらんかったよね。なんだいあんた、シノから材料集めを頼まれたのかい？だってほら、表にシノさん立っとったよね。蜜葉のあの子だね。ん？蜜葉のあの子だね。シノは知らないけど、実はグレンの湿地にいるポケモンなのさ。シノには刺激が強いからね。わしのとこに連れて行きなさい。グレンの湿地にいる三つ葉のポケモンを医療隊のために渡す。三つ葉のポケモンというのは、あれかい？スボミーのこと？違うかな。ちょ、とりあえず、ちょっと待って。挟まった、挟まった。ちょ、とりあえず、ブイゼルを、預けて、他のポケモンを、とりあえずスボミンを引き出しますか？引き出すっていうか、まあ、パソコンじゃないけど、ここ。さて、ポケモン預けていくかい？はい。じゃあ、ちょっと、レベル14の V ゼルを。思ったよりなんか、レベル差なくなってきとったね。じゃあ、この子預けて、スボミン。スボミン、三つ葉なんかな？三つ葉ではないような気がするけど。三つ葉？なんかこのよだれかけみたいなの？違うかな？ちょっととりあえず一旦、タミさんとこ行ってみよう。わからんけど、これであっとんか。でも、つぼみやしな。三つ葉。でも、まあ、見える範囲では、これ以外にはおらんよね、三つ葉って言えるのは。
ってますように。三つ葉のポケモン連れてきてくれたのかい？スボミーでは。あれ、牧場のポケモンも選べるやん、ここから。どうすか？あれ違う、グレーの湿地で三つ葉のポケモンスボミーじゃないの。誰だい？誰なんだい？スボミーの進化系ってこと？スボミーの進化系って誰やったっけ？つぼみで、花？あれ？こっち違うね。こっち出口じゃないね。え？あっちか。え？つぼみの次って花よね。あ、最後ってあれか。チェリンボが最後かな。ことはスボミー、チュリね。ちょっと発音わからん。チュリね。っていう子やっけ。あの子花じゃなかった？蜜葉やったっけ？いや、わからん。え、なに？呼んだ？ポケモンに技を教えているか、連れているポケモンの様子はこまめに確認するといい。了解です。ポケモンの大量発生の報告？あ、これ？このマークってことかな？へぇー、怖っ。でもちょっと見ていく？見ていく。どの辺これ？高台ベースかな。え、でもさ、普段から大量発生中じゃねってぐらい、同じポケモンが一箇所に集まっとるような気がするけど。もっとってこと？どこだよ。こっちの方かな。なんかちっこく地図を出してくれないかしら。これは、この川の向こう側？このまま向こうに渡ったところっぽいね。うわ、もう目が光ってるやつはこっちにやってこないでください。キャー！大丈夫か。私がというよりも、怪ししの足が。怪ししの足がちょっとやられてないですかね。ん、びっくりした。何かと思った。カビゴンやん。しかも目が赤いカビゴン。あっち側に渡れるところがない。いや、マジでさ、主人公泳げなさすぎやけんね。びっくりなんやけど。え、そんなに泳げんっていうぐらい泳げんやん。速攻で溺れるし。どんだけやねんって感じよね。まあ、ここの橋渡っていけばいっか。ここ渡って、で、こっち側に行くと。こっち側に、大量発生してるところがあるんやろ？ま、ムクバードはね、私ゲットしてるけん。とりあえず遠巻きに見るだけでいいかなって感じやけど。いや、なんか大量発生っていうのがどんな感じなんかだけ見たい。こっちだ、こっちだ。これぐらいやったら渡れる？へぇ、待って、カビゴン。こっちに気づか。渡ってこんよね。めっちゃ怖いんやけど、渡ってこんよね、こっちに。ひえー。気づかないでください。まあ、めっちゃ目が悪くあってくれんかな。そんな言うほどでもなくない？ほら、大量発生って4羽しかおらんやん。キャー！いっぺんに一箇所におるのはそんな感じなんかも。これ、あるよね。コリンクの進化系よね。なんか後から増えてきた気がする、ムクバード。ちょい、待って、怖い。あれ、ゲットしてなくない？あの、コリンクの進化系。
らしきやつ。これ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 、絶対絶対ゲットしてないよね。来ないでくれる来ないでくれますか。ちょっとそろそろ赤い光とかももうめちゃくちゃ過ぎたかな。え、あれがさ、コリンクの進化系としたら私絶対いい、何私絶対ゲットしてないと思うんやけど、進化させた方、お、今のはユンゲラーかフーディンじゃない？ユンゲラーかな。何あのポケモン、不安定の目が赤いバージョンやん。超怖いんですけど、私はここにいませんっていう感じにしとこ。え、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ポケモンの進化ってその辺でできんねやっけ。え、この辺、目が赤いポケモンだらけやん。そーと。全然そーっとじゃないけど。く、恐ろしい。ちょっと待ってね。とりあえず、ポケモンに見つかっているときは移動できないだと、見つけんなし、私のことを。あ。まだ私見つかってます？いや、大丈夫。え、ちょっと待って。あそこの、これ。イエイ。これ見つかっとる？大丈夫？よし、大丈夫そう。大丈夫そう。はい、ベースまで移動します。ふぅ。報告できることは、とりあえず、特にはない。一旦村に戻って、湿地の方へ行きます。村も見れたしね。村？群れ。群れも見えたしね。はい、それじゃあ湿地ベースへ。え、てかさ、湿地ベースへはいいんやけど、ん？あれは？あれ、夜回るじゃない。え、絶対そうやって。夜回るやって。あ、違う！ゴースや、ゴース。私、ゴース持ってなかったよね。なんか、ゴーストは持っとったような気がしなくもないんやけど。モンスターボール。いけるかな？は。幽霊やのにめっちゃ普通にぶつけれるっていうね。やったー！ゴース！ゲットー！いや、ゴースト、ゴーストはね、普通に可愛いよね。最近ゲンガーめちゃくちゃ人気あるやん。なんか知らんけど。可愛いとは思うんやけどね。よし、ちょっとそれじゃあ。モンスターボール。どし。イエーイ、やったね。ロゼリアゲット。ふぅ。でも今の多分最後のモンスターボールやったんよね。く。ってことは、今はチュルニャを見つけても、ダメということだ。てか、この辺に生き生きな方があるってことが分かったけん。あれ、何が泳ぎようやろ。あれか、カエルみたいなやつか。ケロマツやったっけ。なんかそんな名前じゃなかった、ね、この辺のは生き生きな方ではないの。違うんすか。とりあえず、この辺で、よいしょ。煙も。あの塊を粉砕していったら痛い。粉砕して、ケラマツじゃないわ、あれ。なんやって、グルックとかいうやつか。この辺のこの塊を、でーい。粉砕していったら、生き生きな方が出てくるはず。何もない。何もないとかもあるの？え、この道具は持ちきれません。どれ？これか。これ何？玉ゼンマイはいいや。あ、これは？生き生きな方や。よし。あ、てか、乗ったままで取れた。
乗ったまんまでも全然取れたわ。何個必要なんやっけこれ。ここぐらいかな。あ、これか。新商品を仕入れたい。イキイキなほ。あと1個。よし。あと1個ゲットして、報告しに戻ろう。これもじゃない？ほら。イエイ。で、どこに行けばいいって？集まったよ。新商品を雑貨屋に卸してもらうため、タオファと話をつけてほしいと大佐から頼まれた。道具を手土産に製造体リーダーのタオファと話をつける。雑貨屋の商品が増える。ふんふん。で、これでまず戻ればいいわけやね。どこかしら。これか。湿地。見つけんなよ、私を。私を見つけんなよ。はいはいはい。見失え。見失えよ。これは何？いやー！めっちゃ攻撃された。あ、もういけるんじゃない？はい、湿地ベース移動。で、ちょっと帰らせてくださいまし。ポケモンを2匹捕まえたのですね。報告をお願いするのです。お願いします。ロゼリアも捕まえるだけでよかったんやっけ？お、2匹捕まえただけで1008円やってやったね。あ、だけじゃないんか。調査が進んだようですね。早速報告してください。ふんふん、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。ミノムッチ。あ、やっぱりあのミノムッチは色違いやったんか。ねえ。なんか白黒っぽかったよね。オッケー。これからどうするんですか？村に戻ります。あ、ロゼリア、ここにおったんじゃない？ロゼリアが必要なの。あ、でも図鑑完成させんといかんかったんかな。ね、図鑑を完成させんといかんかったんかな、ロゼリアの人は。どこだ？あ。チェリム。チェリムもいるのか。いろいろと。苦い葉っぱ、闇よ。ロゼリアはどれ？これか。あ、ほら、完成したロゼリアの図鑑やけん、まだまだやね。捕まえただけじゃダメなんやね。オッケーです。オッケーです。で、タオファって人はどこ？この人は違う。タオファ、タオファ。キリスケ。なるほど。下になんかあるっぽい。地下1階。この人や、タオファさん。え、ここ初めて来たことない？うわ、めっちゃなんか懐かしい雰囲気する。え、なんかさ、中学校の技術室こんな感じやったんやけど。わかる？なんか。どうも、すごい気難しそう。森キングを沈めた調査隊員か。大祭の使いできたのか？はい。話を聞くまでもない。あやつの店に卸商品なんぞない。いやー、そう言わずに、あそこのモンスターボール欲しいな。さあ、帰った帰った。ただでさえ生き生きな方が手に入らなくて頭に来てるというのに。そんなことで頭に来んねよ。持ってきたよ。イキイキな方持っているのか。三つでいいから分けてくれんか。なんで三つなんやろ。はい、どうぞ。これで大丈夫？アイノはイキイキな方3個渡した。グレンの湿地といえばイキイキな方。一面に広がる小麦色の景色はどこか懐かしく、郷愁の念に駆られる。イキイキな方は他の材料と調合した方がポケモンがよう集まる。飯のいい匂いが立つんじゃろうな。ほう。お前さんの顔に免じて、大祭の店に新商品をおろそう。お、これで。ずっとなんか難しい顔してるけど。まあでもこれで大祭さんに報告すればいいよね。え、だって私、地下があることも初めて知ってないけど、行ったことないよね。今まで1階か上かしか行ったことない気がするんやけど。びっくりした。大祭さん、行ってきたよ。お客さんのおかげで新商品が入ったよ。早くね？
私がここに来るまでの間に何があった？急ぎで誰か来た？迷惑をかけたね。タオファさんとはいろいろあってさ。何はともあれ、どれもいい品だ。ぜひ買っていってくれ。いろいろあってのいろいろはなんだ？聞かせてくれよ。これで新商品増えた？まあ、今までの商品もちょっとよくわからんねえけど。増えたんか。わからん。これ何？煙玉っぽい感じ？目隠し玉。まあ、同じような感じやね。ふんふん。これ何？あ、ヘビーボール。で、フェザーボール。空を飛ばんでも素早ければいいんか、フェザーボール。ほうほうほう。これでもう、この村には何も、あるのか？なんかマークが、あるけど。いや、それはまた違う？外に出るのか気をつけてな。でもこれ、どこなんマジで。これ、これ、ね、これに行きたいんですけど、私。あれ？マークなくなった。え？マークがなくなったよ？ねえ、ここの出口にあったマークが消えたんやけど、その代わりになんかこっちの142とか出てきた。どういう状態？全くわからないけど、何が更新されたん？別にサブクエしかクリアしてないんやけど。メインね、なんちゃいじってないんやけど、なんか変わったね。反映されるのが遅かったとか。お風呂は思いっきりやん。どういうことよ。バグ？やめてよ、そういうの。いけるわけないやんね、あんなとこ。焚き火の跡がある。誰かがここにいたようだ。最初からちゃんと案内して。誰だい？今の歩き方、手だれのようだけど。お、かっこいいね。こんなところまでやってくる人間の目的なんて一つ。うちら野党三姉妹を捕らえに来たか。姉上、帰り討ちに遭う。哀れなこいつに名乗ってやりましょう。かっこいいね、なんか。時わぎと呼ばれる松のように、いつまでも若く美しい長女のお松。枯れるどころか次々と新芽を咲かせ、繁栄を体現する辞書、おたけ。おたけ。寒い冬に春の訪れを知らせる、可憐にして気高さの象徴、三女のお梅。みんなすごいなんか自己肯定感が高くていいと思う。私たち、野党三姉妹、その名も松竹梅。あ、確かにね。姉上、あたいにお任せを。軽くひねってやりますゆえ。さあ、毒ロック。毒まみれにしてやりな。毒ロックって何？野党の多めが勝負を仕掛けてきた。私がさ、なんか、泳ぎ寄るみたいなの言ったのって、これの進化前ってことよね。へー。強いんですけど。待って、何タイプ君。マグマラシで行こうと。水かな、わからん。毒、あ、まあ、毒ロックやけん、毒タイプやね。あ、ちょっと待って。私、ポケモン入れ替えたいんやって。はい。あれ？はい。マグマラシ。来い来い。あ、これ一人ずつ全員戦うかな。嫌なんやけど、一人だけにして。強いってやめてよ。火炎車ダメだ、やられた。レベル的な問題？スボミコリンクで。これ相手のタイプとか見れんのかな。電車微妙。ああ速攻でやられそうやけど、もうできる限り攻撃を与えるっていうことで。お、麻痺したのに。クソ、出すなよ技。不安定。どんどんいなくなっていく私のポケモンたちが。念力。
ぐらいしか攻撃技がない。あ、効果抜群やん。マジで効果抜群やった。イエーイ、決着。認めたくない結果だけどね。銀河団で畑を耕すよりマシ。銀河団には入りたくないのか。まあ畑仕事とか全然似合わなそうな感じやしね。ちっ、銀河団め。やめてからも嫌な思いをさせやがってよ。石板なんてくれてやるから帰れ。アユノは石板のかけらを手に入れた。石板のかけら、隋の遺跡にあった石壁の一部、文字のような文様が刻まれている。文字のような文様があるからさ、お宝かと思ったのに、ただのガラクタ。飛んだ骨折り像のくたびれ儲けさ。あなた、私たちを探していたのは何故かしら。いや、その、石板のためですけど。夕顔のため。ふん。人様のために働くなんて、殊勝な心がけだね。関心だね。だけどね、私たちにはそんな余裕はないのよ。生きていくのに必死でさ。それに、銀河団に恨みがあるんだよ。つまり、あんたも恨むし、痛めつけるよ。今回は一人ってことかな、戦うの。昔の歌を思い出したよ。久方の光のどけき春の日に。ん？光のどけきかな。静心なく花の散らんってね。のどけき。切る場所が難しい。隋の遺跡でオロに石板のかけらのことを伝える。伝えに行きましょう。なんか、背後から視線を感じたけど。隋の遺跡はどこかしら。あ、ここ渡っていったとこかな。ふぅ。ちょっと落ちん。あ、あそこや、あそこ。あったあった。ふぅ。コロ帽子どこにでもおるね。はい、帰ってきました。お前も探せよ。何立ちっぱなんだよ、ここに。アイナさん、ご苦労様でした。石板も回収できましたね。夕顔さんが古いとか頑固と言われているのは知っていますよ。でもね、彼女は新時代として若い時から苦労しながらも、翡翠地方で青春を過ごしたのです。新王様を信じてね。金剛団や銀河団が嫌いというより、真珠団が好きすぎるのですね。いや、いいことやと思うよ。ね、自分の所属しとる場所を好きっていうのは。さて、アイナさん、ガチグモン沈めてくださいな。荒ぶるポケモンがいては、危なくて商売もできません。自分は戦わないんすかね。戦うつもりはないということなんすかね。え、じゃあこれはあれか、石板を渡したら、そのガチグマが現れるっていう仕組み？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか石板をはめたら何かしら起こりそうやし、きっとガチグマが現れるであろうけん、その前にね、ちょっとレベル上げとかしといた方がいいかなと。いいかなと。強くしとこう。